今回の撮影現場はこちらです。今回の夜市は滋賀県長浜市にあるデルフリキャンプです。最寄り駅の JR 北陸本線高槻駅から徒歩約60分ほどの位置にあります。今回も前回同様にキャンプ場予約サイトナップを利用して予約しました。このデルフリキャンプはもともと無人回転翼航空機クワッドコプターの練習場として年会費8000円で利用していた施設です。前回の続きでテントの設営作業をしています。テント本体とグランドシートの四隅をペグで固定。
最後まで出して。